野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということでね、皆さん、まあ、ここはですね、まあ、長崎なんですけどね、今日、日本放送で、巨人対 DeNA の解説をして、今、ホテルでいますけども、皆さんね、今日の動画、キーマン、優勝するためのキーマン、DeNA とソフトバンクへご覧になった方もいると思いますけどもね、まあ、やっぱり開幕前にね、収録してて、出してるっていうところでね、まあ、その時はまだバウアーがね、投げてなかったんで、バウアーの情報っていうのがね、全然入ってなかったですけども、それだとね、あれなんで、改めまして今日ね、佐々木によるバウアー表っていうところをね、この DeNA のキーマンにね、プラスアルファして、この動画もね、見てほしいと思いますので、ぜひ皆さんね、まだ見てない人は、そのキーマンのね、ところを見てもらいたいですし、キーマンを見た人はね、ちょっとね、消化不良の DeNA ファンの皆さんもいると思うんでね、こちらの動画を見てね、確認してもらいたいと思います。ということでね、バウアーね、ちょっとね、こう、コンディション不良というところでね、登板開始してましたけども、4月16日日曜日のね、DeNA 対西武戦、横須賀で行われた2軍戦にね、登板しました。その登板のね、ピッチングもすべて、見させていただきました。今すごいね、YouTube でね、球団の公式の YouTube でね、2軍の試合も見れるっていうところでね、情報を仕入れやすいっていうところはね、非常にいい時代になったなと思いますけどね。まあその中でね、バウは4回、53球、4安打6三振、無四球無失点とね、まあいい形の、投球しましたし、まあ率直にね、まあ俺は、アメリカにいる時のバウはね、正直知らないからね、どんなのかっていう実質初めてね、ピッチングっていうところのね、投球を、見ましたけども、非常にフォームのバランスも良くて、投げれた球種はストレート、カット、スライダー、で、カーブ、そして、チェンジアップっていうところをね、投げてましたけど、もうすべてのね、球種をコントロールよく、自分のその思い通りの、制限の中で投げれるのかなと。大体平均球速は150キロ前後。で、マックスが155キロぐらいかな。まあ、最後もこれで終わりっていうところでね、結構全力で投げて、いいストレート出てましたし、カットボールにしてもスライダーにしても、曲がりがね、非常に遅いっていうところと、非常にいい制球力っていうところを投げ込んでたんで、自分から崩れるタイプではないなと。だからまあ、ちょっとカッカするね、タイプっていうところがあるらしいんでね。まあ、そこら辺どうなるのかっていうところはあるけども、ピッチングとしては、どんどんストライクを投げながら、コンビネーションで抑えていくっていうところと、自滅するっていうタイプには見えないんでね、まあ打たれるっていうところはあるかもわかんないけども、非常にバランスの良く、制球力が整った、投手だなっていうところをね、非常に、思いました。その中で、53球投げたんですけども、その制球力っていうところで言うと、ストライク率が 77% と、めちゃくちゃ高いんだよね。まあ、そこが、ま、二軍のバッターっていうところもね、差し引かなきゃいけないっていうところはあるけどもね、対応力っていうところで。でも、その中でも 77% の、ストライクっていうところをどんどん投げ込んでるっていうところ。しかも、甘いとこばっかりじゃなくて、非常に、コースで、ね、三振狙って、ピンチになって三振狙っていくときは、高めにしっかり投げたりとか、低めに投げたりとか、狙って高め、狙って低め、狙ってコースに変化球もストレートも含めてしっかり投げれてるっていうところは、非常に制球力高いんじゃないのかなと。で、その中で、投球割合で言うと、まあ、ストレートは、41.5%。で、カットボールが 30%。で、スライダーが 13%。で、カーブが 9%。チェンジアップが、3% っていうところで、まあ、基本的には、もうストレートとカットで約 70% 強あったんで、まあ、これが、ピッチングの主体っていうところで、まあ、あとはそのスライダーっていう横曲がりの球を投げて、これで三振、空振りを狙っていく。で、縦割れのカーブで、緩急、左バッターへのカーブで、三振を取っていくっていうところが、まあ、主なのかなと。まあでも基本的にもうまっすぐスライダーでね、カットとスライダー合わせても、両方で 80% 強あるんで、まあこの対角線、右バッターへの対角線、で、左バッターへも結構対角線のね、インコースストレート、カットスライダーっていうところを投げてたんで、この対角線っていうところが、まあ、生命線になってくる、ピッチャーじゃないのかなっていうところはね、この二軍戦での、投球を見てるとね、感じたところです。それで、状態的にどこまで仕上がってるのかなと、あとメジャーで投げてる時の投球割合どんな感じかなっていうところを見たところね、2021年のレギュラーシーズンのデータによると、ストレート、フォーシームが、40.5%。で、球速が、平均球速が150キロ前後。マックスが156キロっていうところで、ほぼほぼこのね、二軍戦の試合と同じようなパーセンテージ。で、カットボールが 21.6%。で、スライダーが 18.6%。で、カーブが 11%。ツーシームが 5%。で、チェンジアップが 2% っていうところで、まあ、ほぼほぼね、ストレートも 40.5 と 41.5 だから割合的に一緒だし、
で、カットボールは、2軍戦は 30% だけども、このレギュラーシーズン2021年で言うと 21.6%。で、スライダーが 18% だから、まあ、これを足すと約 40%。で、このカットとスライダーを足すと 43% だから、ほぼほぼ、多分この曲がりのね、具合の判断が、カットボールとスライダーの判断が、これ人によっても違うからね。だから割合的にカットとスライダーが 40% で一緒で、カーブが 9%。で、2021年だと 11%。シンカー、チェンジアップっていうね、まあツーシームっていうところもあるけども、チェンジアップが 3%、2.6% だから、まあほぼほぼ投球割合的には、そのメジャーで投げてた割合と、あの二軍戦での投球の割合っていうのが、全くほぼ一緒なんで、ああいう投球内容が多分もう、本番さながらの投球内容って言っても過言じゃないんで。で、球速にしてもね、そのレギュラーシーズンが平均球速150キロ前後で最高が156キロだから、日曜日の試合もマックスが155キロで、で、大体平均150キロ前後だったんで、まあ、ほぼほぼ、だから、ほぼほぼ、このバウアーの自分自身の投球があれだね。あの、まだ調整段階っていうのはもちろんね、その多少の調整段階はあるだろうけども、レギュラーシーズンとのデータを、兼ね合わせてみると、あの二軍戦の投球がほぼほぼ完成形って言ってもいいぐらいの数字上はね、投球に、見えます。あれをイメージするとね、対戦相手はイメージしやすいのかなっていうところと、まあ一つやっぱ課題点は、まあ多くの人が多分感じるところではありますけども、まあ盗塁をね、まあ2個されたっていうね、しかもすぐ走られてるんでね、まあここら辺はね、初見で走られるっていうところは、何らかしらの欠点があるって言っても過言じゃないっていうところと、で、まあタイムを測ったんだけども、まあストレートで 1.22 から 1.25 秒ぐらい。だからまあ、そんなめちゃくちゃ遅いわけじゃない。変化球になってくると、やっぱり 1.3 とかになってくるんで、1.27 から 1.3 ぐらいになってくるんで、変化球になったら、なると、まあちょっと遅い。まあこれはまあ誰しもそうなんだけども、まあでもストレートも 1.22 から 1.25 だから、まあ 1.25 秒以内で収めなきゃいけないっていうところでは、まあ別にね、極めて遅いわけじゃないけども、多分ね、このフォームの特性上、動き出しが遅いんだよね。このクイックの。最初左足上げる時の動き出しが遅いから、下手したらランナーとしてはスタートが切りやすいのかもしれない。結構いいスタート切ってたからね。だからそこら辺で、まあ多くのね、過去メジャーで実績ある選手も日本球界で苦しんでるのは、多くがクイックできない、あとフォームを盗まれて、盗塁される、あとボークを取られるっていうところの、ランナーを出してからのバランスの悪さと、もしそれでね、本人のカッカカッカするね、ところの感情が出てきちゃうとね、非常にマイナス面になるから、このランナー出した時の対応がどこまでいけるのかどうか。で、一軍に来た時に、バンバンそのところを走られて、ナーバスになったり気にしすぎて投球が変わるっていうところもあるんで、そこら辺が課題かなと。秒数的には悪くない。でも若干左足を上げるタイミングが遅く始動して投球に入っていくっていうのが、若干気になるね。あそこはね。あと、ランナー一塁、足上げたら、結構速くなるんだけど、足がそのファーストにランナーいてクイック気味に足上げないで大きく足上げないで投げると結構ね 5,6 キロ落ちるんだよね、球速がね。そこら辺もどうなるのかなっていうね。このランナーいない時っていうのは自分の投球で投げれるっていうところではバランスもいいし、投げてる投手球種もすごい良かったけども、ランナー一塁になった時にそういったところで全部の球種のクオリティがちょっとね、ランナーを気にする範囲に落ちちゃうと本人のね、いいパフォーマンスが出にくいかなっていうね。そこら辺の課題はちょっと一軍行ってからね、再確認する必要あるだと。で、もう一回二軍で投げるらしいんでね。まあそこら辺もチェックしたいなと。で、あとね、サイヤング賞をね、取ったっていうね、おおと思って、ケチつけるわけじゃないけどね。これ2020年、コロナでね、7イニング制になったりとか、試合が少なくなって、11試合しか投げてないんだよね。その中の5勝4敗。で、防御率 1.73 だから、ここまでの彼のメジャーでの成績で、2桁勝利を挙げたのが、まあ19年っていうところはあるけども、まあその前が9勝、12勝、17勝、だからまあ平均的にはやっぱ10勝はしっかり挙げてんだね。だからこの2020年も、まあこのまま投げたら2桁勝利は確実にできてたっていう投球になってくるんで、まあこの成績を見て分かる通り、多分しっかり自分の投球ができて打たせて取るっていうところが非常に大きいっていうところと、まあその割にフォアボールが何気にイニング数に応じてはちょっと多いのが気になるかな。制球良さそうなんだけどね。そこら辺がまあどうなのかなっていうところはあるけども、あと防御率もだいたい4点台前後っていうところのね、防御率があるから、
そのどんどんストライクに投げ込んでくるから、合わされちゃうとトントントンとね、連打が出やすいっていうところはあるかもわかんないけども、自分のペースでどんどん投げれたら、その相手が術中にはまっていくっていうところもあるんで、まあここら辺がね、LPB でどこまで通用するのかっていうところは非常に興味もあるしね。このバウアー表っていうところ入れてもね、まあ今日の試合も DeNA ね、石田がめちゃくちゃいいピッチングで、あの打線もね活性化して、まあ2対0でも勝ったっていうね。で今日首位ね上がったからね、一時ね、今の今日の段階ではね、そういった意味でもまあここからどうなっていくのか。でバウは大抜きでね、で今永も控えてるから、それが1軍に上がってなってきたら、ちょっとこれ DeNA ね行っちゃう可能性もねあるけども、俺のねあのキーマンの動画でも言ってたけども、バウは途中でアメリカ帰んないよねっていう、それは心配。良すぎてね。だから本人もやっぱアメリカに帰りたい思いはあると思うんだよね。日本が次の住処じゃないと思うんだよね。そうなってくると、まあ、本人も必死でアメリカに向けてのね、そのアピールをしていかなきゃいけないっていうところでは全力で来ると思うんだよね。いい感じで。だからここは DeNA にとってはね、いい感じだし、初めて見た感じはね、これそこそこやりそうな気がするな。あとはそのね、クイック問題とか、ランナー一塁にいる時の投球パフォーマンスがどうなるのかっていうところはね、再度チェックする必要はあるけども、うまくこれね、バウアーが10勝とかできちゃうとね、DeNA が走っちゃうなっていうところもあるんでね、このバウアーがアメリカに帰る帰らないもね、そのキーポイント、優勝に向けてのキーポイントとしてはね、非常に大事になってくるんじゃないでしょうか。ということでね、佐々木のバウアー表でした。ね、ちょっとキーマンの中でね、ちょっと時期の問題入れなかったんでね、ここをあのくっつけてね、皆さんぜひ見てください。まあね、今後の戦い、DeNA はね、ちょっと大注目っていうね、ところもあるんでね、どうなっていくのか、まあシーズン始まったばっかりですけどね、皆さん楽しみですね。ということで、